トロンプ・マールテン・ハーペルソン・トロンプは、オランダの軍人、海軍提督息子は同じく提督のコルネリス・トロンプ。ブリエルに生まれる。幼少の頃から船に乗り、後に、オランダ海軍に入る。80年戦争では1639年に、ダンケルクの海戦で、スペイン艦隊を破り、同年のダウンズの海戦で、上陸軍を含むスペイン・ポルトガルの大艦隊を、撃破した。 第一次英乱戦争では1652年5月29日に、ドーバー沖で、トロンプ提督のオランダ艦隊と、ロバート・ブレイク提督のイングランド艦隊が衝突して、海戦の口火が切られるが、この時は引き分けに終わりトロンプは一時指令官職を、解任され、公認として、ウィット提督が任命されたが、ケンティッシュ・ノックの海戦で、 ブレイクに敗北を喫したことでトロンプは復職した。同年12月のダンジュネスの海戦ではブレイク艦隊と再戦して勝利しオランダに政界権を取り戻した。しかし1653年2月から3月にかけて生じたポートランド沖海戦でジョージ・マンク・提督が率いるイギリス艦隊の前にトロンプは大敗しオランダは 正解権を失った。6月のガッバードの海戦でもブレークに変わって、指揮を取った、マイク艦隊に再び破れて、オランダ沿岸の封鎖を許すこととなった。さらに8月には再建途中のオランダ艦隊が、マイク艦隊に発見され、シェベ人間の海戦が起こり、激戦の末に、オランダ艦隊は大きな被害を出しトロンプも戦死したが、 イギリス艦隊の損害も大きく沿岸封鎖を続けることはできなくなった。トロンプ死後の1654年、ウェストミンスター条約が成立し、第一次英乱戦争は終結した。オランダ艦隊はトロンプの下で戦歴を積んだミヒール・デロイテルが引き継ぎ、次の戦争を迎えることとなった。ありがとうございます。